ジョニー・モートンはアメリカ合衆国カリフォルニア州出身のプロフットボール選手。アフリカ系アメリカ人の父と日本人の母を持つ日系人。南カリフォルニア大学卒業後、1994年のドラフト1位でデトロイト・ライオンズに入団。NFL ではライオンズ、カンザス・シティ・チーフス、サンフランシスコ・フォーティナイナーズで合わせて12年間プレーしたが、 膝の怪我もあり2007年2月23日にフォーティナイナーズを解雇された。パスキャッチ1000ヤードを4シーズンにわたって記録した。NFL 引退後は総合格闘技に転校。2007年6月2日にダイママイト USA でデビュー。ベルナールアッカと対戦し1ラウンド出身小負けを喫した。またカリフォルニア州。 アスレチックコミッションによる試合後の薬物検査を拒否したため10万ドルのファイトマネーの支払いが保留となった。その後6月9日の検査の結果、アナボリックステロイドの陽性反応が出て、通常のアスリートでは6のテストステロンの値が83.9であることが公表され、無期限出場停止処分を受けた。ありがとうございます。